鯉のぼりが揺れてますよ。5月よく明日が子供の日ですもんね。こんな感じなんだ。呼吸停止してみましょうかね。で、どうしようかな。結構あれだと3、40分かかるようなところばかしてあったんだけどね。ちょっと飯食うところとかあればいいんやけど。それか一駅、でもそっか、美濃瀬の方に行ったらダメなの。これ、紀伊長島、この駅まではね、有効なんですけど、この先が有効じゃないですもんね。梅ヶ谷まで歩いて、梅ヶ谷からもう一回こっちに戻ってくるってなると、まあ、ちょっと向きがあるかな。ちょっと無理があるような駅前だと紀北町役場と、まあ、旧紀伊長島町役場ですよね。とかがある感じかな。まあふらっと歩きながら話していきましょうかね。道の駅とかはちょっとあるよな。これ愛川の方のやつだもんな。ここの先っぽ合わせしだったの知らんかった。なんでそんな小道作ったんだろう。不思議だな。まあでもあれですよね。あ、大内山牛乳がある。あ、牛乳朝愛知行けるんや。自分買ってこ。いいですね。やっぱ朝牛乳の歌、元気湧いてくるな。さあこっちの方に来ると、やっぱ瓶牛乳やと美味しいですよね。すっかりカメラ、あ、そういや収めるの忘れとったけど。まあ大内山の瓶牛乳自体はこっちでも全然買えるのは買えるんですけどね。なかなかあんな感じで本当になんかミルクスタンドって感じですよね。いいですね。パッと入ってじっくりといっぱいいただいて、あ、大久保もあるんだ。こっちの方はなんか主婦のお店が多いイメージやったけど、主婦のお店はあれか、駅前じゃないのか。もっとあれか、北の方に行った方かですね。確かあれだな。ちょっと時間だけ調べてみよう。あっちの駅の方に行けるのかな。行って間に合うかな。さすがにね、今回ね、さっきも見た通り本数が絶望的に少ないですからね。どこ行きたいんや。あの次10時51分まで今夜ってなってるからダメですね。そうすると特急乗り継ぎできねえから、ダメだな、間に合わないな。あ、でもいろんな店ありますね。大久保も開いてんだ。何時から？8時開店かな。早いな。大久保はそうね、早い店多いですよね。あ、ちなみにじゃあなんで同じ県内ね、三重県に長島が2つあるんやって話なんですけど、まあ、これあれなんですよね。こっちの方がもともと金の国なんですよね。三重県って昔の律令国の国の割り振りで言うと非常にちょっと厄介な、
珍しい 4つに分かれますからね。紀伊の国、あ、ね、伊勢の国、伊賀の国、島の国で、紀伊の国の一部もねですから、こっちに入ってくる紀伊っていうとね、やっぱ新宮から先、和歌山とかね、和歌山方面のねイメージが強いですけど、この辺りももともとは紀伊なんで、なんでね、文化的にはもう完全に和歌山県に近いですね。まあ大川もありますけど、朝の9時から、あ、まだ空いてないのか、じゃあ朝の9時からやから、そうですね、まあ、10分前か、あ、ちなみにあれね、牛乳は110円でしたね、安いね、あれだよ、こっちの方で買うと、四日市の方で買うと160円とかで売ってるよな、安いな、うん、いいですね、ああいう、ふらっと入るの好きなんでね、これで国道42号か。これあれか、奥に行ったら紀勢道のバイパスの方に行く交差点かな。こっち前に出るとだいぶ車通りも多くなりますからね。でそこが主婦の店か、そうだな、よいしょ。